お兄さんもアリスさんとちゃんとお話ししたら仲直りできるんじゃないかなって。そういう世界じゃないんだよ、ふみちゃん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は脅威、すべてを飲み込む魔境ってことで、なんかめっちゃ怖そうな感じやけど、どうなんやろ。はい、桜ニュータウンの住宅街に困っている妖怪がいるみたいだ。話を聞きに行ってみよう。これも妖怪のなんやね。ワンチャンのアーク。あれ？一個あることない私。もう一個？おー、走ってた走ってた。さあどこっすか。あ、人面犬やないん。ちょっと、おー、人面犬。おい、こんなとこに出るなんて最悪ですよ。何かあったの？話を聞いてくれるんですか？私めちゃくちゃ凶悪な妖怪に会ったんですよ。そこら辺にある物や人を片っ端から飲み込むヤバいやつなんです。私も気がついたらこんなところに飛ばされてたってわけですよ。とほほ、あんな凶悪で見た目もおっかない妖怪、どうにかしないとおちおち散歩もできません。おっかない妖怪ってことはひょっとして未来から来た妖怪にしようかな。あなた妖怪ウォッチを持ってるみたいだし、ちょっと懲らしめてくれませんかね。人面犬がめちゃくちゃ凶悪な妖怪にいきなり飲み込まれてしまい、こんなところに飛ばされてしまったらしい。きっと未来から来た妖怪の仕業だろう。人面犬の無念を晴らしてあげよう。なるほど。やってくれますか。事件現場まで早速行きましょう。あいつ姿を隠してるみたいで、不意打ちで転送しやがるんですよ。はい、では花屋の近くにあるマンションの駐車場で合流しましょう。絶対来てくださいね。絶対ですよ。わかったよ。脅威、すべてを飲み込む魔境発生。クエストを進めてみよう。あれ？魔境、鏡っていう字か。え、それあれじゃない？雲外境じゃない？普通に。あー、まあでも、人面犬がああいう風によるってことは、どっちにしろ未来の雲外境かもしれんってことかな。まあそうやとしたら、見た目が違うやろうし、まあ、よくわからん妖怪ってことになるんかな。見た目、だって見た目別に雲外境怖くないもんね。どっちかといえば、だって顔自体は私可愛いと思うよね。さあ来たよ。はい、やっと来ましたか。あの妖怪まだこの辺りにいるはずですよ。サーチとかで見つけちゃってください。それで懲らしめてやってください。私はまた転送されると叶わないので、これにて失礼します。どうか桜ニュータウンの平穏を取り戻してくださいね。妖怪ウィス。転送する妖怪って言ったらやっぱりあの妖怪ですよね。サーチしてみよう。まあやっぱり目星はついているみたいだけれど、あ、やっぱりなんか姿が全然違う。うわ、怖っ。雲外鏡を見つけて、雲外鏡どうした。何、めちゃくちゃグレたね。え、怖っ。ペロン、なんなんだペロン。お前たちも転送されたいペロ。あの、勝手に転送するのやめてくれないかな。みんなが困ってるんだよね。ペロ、まさかお前転送されたいやつじゃないペロ。こちらだってやりたくてやってるわけじゃない。だけど邪魔するつもりだったらちょっとおとなしくしてもらうペロ。怖いよ、凶暴だよ雲外鏡が。雲外鏡ってもっとさ、ペローンとかいうなんかすごい平和なやつじゃなかったっけ。どうしたの。小悪魔発動、いいね。あ、猫また交代する。オッケー、ありがとうね、回復。怖いよー。いいぞー、プレートから全能力アップ。痛い。ちょ待って、猫また一撃必殺必殺級。ヘイ、すげえ吹っ飛ばした。さすが。さすが。いや、みんな何もできないな、まだ。ことはちょっととりあえずケイタでいい。あ、待って、トーマ交代。え、交代した途端に気絶しましたけど大丈夫。ちょっと、はい、夏目みんな変化カード。待って、はい、
落ち葉にゃん。はい、交代。コマさん、コマさん、みんなを回復してくれてありがとうね。みんなどう？お、ちょ待って、勝利。いやー、運がいい今日こんな感じになってしまうんか。まあちょっとマシになったけど、それでもやっぱりニヤンチャな感じが。すみません、いきなり襲いかかるような真似をしてしまって。でも態度はあれなんやね、ちゃんとしとんやね。あまりの忙しさでちょっと無我夢中になってしまいまして。 あなた運がいい今日ですよね。また随分イメージ変わりましたね。ひょっとして未来の運がいい今日なの？その通りですペロン。私、この鏡の体を通して、人や物を遠くへ転送できる妖怪なんです。すごい妖怪だね。照れてる。こういったことができるのは、私たち運外教だけかと思っていたのですが、似たような力を持つ扉なるものがあるという情報を聞きつけまして。それで扉をくぐって、この世界に遊びに来たんです。100歩譲って扉をくぐるのはいいけど、騒ぎを起こすのはやめてほしいわね。ほんと。ん？でもなんで未来の運河教が人面犬を転送してたの？あまりの忙しさで手違いで送ってしまいまして、また戻ってきた時はちょっと驚きましたよ。私はこの世界からいなくなった運河教の代わりをしていただけなんです。いなくなった運河教？はい、この時代にいるはずの運河教たちです。だから代わりに転送していたんです。この時代の運河教たちはいなくなったの？リス？あ、お知らせったに更新が。なんとこの世界の運河教たちは、過去の世界にいるようです。え、過去に行ったの？過去ってシンたちのいた世界だよね。まずいかも。扉をくぐっちゃったのかしら。だったら早く探しに行かないとね。ペロー。探しに行ってくれるのですか？ありがとうございます。てか一人でやりよったん？そのみんなの分を。いなくなった運外教は全部で6体です。どうかよろしくお願いします。それまで私はここで転送を。またトラブルになるといけないからしばらくおとなしくしてて。ペロン。そうですか、わかりましたペロン。え、運外教たちを探しに行くの？早速運外教たちを過去の世界で探しましょう。全部で6体ですからね。全部で6体。さあ頑張って探しに行きましょうか。じゃあ過去に行くのか今から。なんかここに妖怪がいる。ああ、ウサピョンたち、まだいたの？どんだけだよ。ダニ！未来の妖怪たち、来るならいつでも来いだに。ミーが追っ払ってやるだに。そっか、留守番って言ったけん、ここでじっと見張っとんやね。とりあえず過去に行きます。ここから未来でも過去でもどっちでも行けるんやね。ちょっとぶりの桜本町。よし、頑張りますか。とりあえずなんかマークが1、2、3、4、5、ん？ 5 つしかないけど。あ、いや近くにある。多分あのマークのところが運外教のところなんやと。おりやんけ運外教。あーこれこれ、もうね。いいよ、この子だよ運外教は。あんなやんちゃなのじゃなくて。ペロー。いやーすごい雪景色ですね。扉の先にこんな風景があるとは驚きです。お散歩運外教。降り続ける雪に雰囲気抜群、レトロな街並み。ああなんて素晴らしい風景でしょうか。え、私たちがいなくなったから未来の運外教が代わりに転送している。ペローン。ちょっとだけお散歩するはずが、ついつい時間を忘れてしまいました。何みんな観光してるの？お知らせありがとうございます。急いで扉に戻りますね。まあね、たまにはね、旅行ぐらいしたいよね。みんな同じ場所にずっと構えてみんなを転送させようんやもんね。わかるよ。わかるけども頑張ってね。この下にも一体いるね。いや、ペローン。またうたた寝をしていました。え、私たちがいなくなったから未来の運外教が代わりに転送している。ペローン。うたた寝している間にそんなに時間が過ぎていたとは。お知らせありがとうございます。急いで扉に戻りますね。さ、
なんか結構近くにみんなおるな。そんな近くにいたら意味ないじゃないか。お腹すきました。おうどん食べたい。え？私たちがいなくなったから未来の雲海鏡が代わりに転送している。そんなに時間が経っていたんですね。お腹もすくわけです。お知らせありがとうございます。急いで扉に戻りますね。でもみんな素直でいい子たちだわ。てかせっかくこの世界に来たのにね、シンたちはいらっしゃらない。あ、あっこに一体おるね。よいしょ。はい、最後の一体。確保。ペロー。みんなどこ？はぐれちゃいました。そしてあなたは誰でしょう？え、伝言？私たちがいなくなったから未来の雲海鏡を代わりに転送している。これはいけないですね。急いで扉に戻ります。もう途中から泣き止んだね。えらい。すべての雲海鏡を見つけ出せましたね。さて、私たちの世界に戻ってみましょう。よし。戻るか。ってことで、扉の方へゴーゴー。いろいろと拾っていこう。アジの干物。はい、扉。ゴー。現代。いつでも移動できるようになるかな。自由自在に行き来できるのはいいよね。雲海鏡たちの様子を見に行こう。あ、ここで乗ってもここでまた降ろされるんだったわ。あれやんね、なんか大量に、うわー集まってる、めっちゃ集まってる。うわー、雲海鏡大集合やわ。なんか一人ちょっとどっか行きよるよ。扉の向こうが気になるからって仕事をサボっちゃうのはダメだペロン。私だって仲間に仕事をお願いしてからこっちの世界に遊びに来たんですから。おお、しっかりしてる。みんなで一斉に行かなくても順番に行くとかできたはずです。あれだよね、仲良しすぎるんよねきっとみんな。ペロン、ごめんなさいです。ペロン、すみませんでした。普通に怒られてるね。未来の雲海鏡ってとっても真面目なんですね。見た目的には現代の方が真面目そうやのにね。ペロー、私たちの分の仕事を一人でこなすなんて未来の雲海鏡さんはすごいです。ペロー、仕事ができる優秀な鏡ペロン。ペロー、あなたみたいになりたいですね。ペロー、憧れちゃいます。ペロー。そうですか、なんだか悪い気はしませんね。なんか丸め込まれてない。ペロー、とにかくこれからは気をつけてくださいね。私は未来へと帰りますので。ペロー、ありがとうございました。ペロロン、本当に助かりました。万歳、未来の雲海鏡さん万歳。さあこれで無事一人眠そうだよ。なんか、はい、では私たちも持ち場に戻って転送のお仕事を再開します。皆さんも本当にありがとうございました。こちら迷惑をおかけしたお詫びです。お、雲海鏡が友達妖怪になった。雲海鏡、雲海鏡の妖怪アークを大切にしまい込んだ。ありがとう。やりました。雲海鏡に力を借りればあっという間に場所を移動できますね。あ、使えるようになる。やった。その通りです。ついでにこちらもお渡ししておきます。ポケット雲海を手に入れた。やったー。これを使えばいつでも私たち雲海鏡に力が借りられますから。ただし一度見つけた雲海鏡の元にしかワープできないので気をつけてください。ペロー。じゃあみんなお仕事に戻りましょう。了解です。ペロン、さよならです。むにゃむにゃ、またどこかで。個性的だね、みんな。よかった、これで一件落着だね。まったく、扉が開いたことで、こんなトラブルが起きるなんて困ったものです。早く落ち着くといいね。脅威、すべてを飲み込む魔境をバッチリ解決。全然怖くなかったね、よかった。あ、まあ最初の雲海鏡ちょっと怖かったけど。ワンちゃんのアーク、ワンちゃん。うわ、誘われてる。どうするの君は。どうなってるの君は。酒呑童子様を追ってきたはいいが、これからどうしたものか。あ、一応追いかけてきたんやね。
失せろと言われた以上、姿を消したままがいいのか。こっちの味方になろう。黄昏れてる。もうなんか仕事を失ったサラリーマンやん、公園におるとか。何度も失敗した私にも非はありますが、あそこまで言わなくてもいいのに。凍結ばっかり。戦いができなければダメなやつ扱いですか。あの方は凍結ばっかり。凍結ばっかり。変わった格好の人、ふみちゃん見えてるの？でもなんだか具合悪そう。あの人大丈夫かな。あー近づいちゃダメよ、ふみちゃん。私はこれからどうすべきか。ほら、怪しい人に近づいちゃいけない。おじさん大丈夫ですか。その格好ならおじさんかどうかもわからないでしょ。お兄さんかもしれないよ。おじさんですって。え、ごめんなさいお兄さん。顔に髪、このお兄さんちょっと変わってるかも。なんだ子供か。私のことなんてほっといてください。でもなんだか具合が悪そうだし、お家の人に連絡して迎えに来てもらった方がいいかなって。お家の人ですって。私を心配する者なんていないんですよ。私は主に見捨てられたのです。そして離れ離れに。その主さんと喧嘩しちゃったんですか。喧嘩というか呆れられたんですよ。失せろとまで言われていますからね。しかし失せろなんてちょっと言い過ぎとは思いませんか。子供に愚痴るな。それはちょっとひどいかも。私だってあの方の役に立ちたいだけなのに、最近はちっともうまくいかなくてですね。なんかかわいい。聞いてもらってる。その人もちょっと言い過ぎたって思ってるかも。思ってない思ってない、絶対思ってない。そうでしょうかね。でも私も友達と喧嘩しちゃってお話もできなくなったことあったけれど、少し時間が経ってちゃんとお話ししたらお互い素直に謝れたんです。お兄さんもアリスさんとちゃんとお話ししたら仲直りできるんじゃないかなって。そういう世界じゃないんだよ、ふみちゃん。そうですね、私は焦りのあまり自分がどうすべきかを見失っていたようです。言い訳でその場しのぎをするのではなく、私がどうしたいのかを伝えなくては。ありがとうございます。話を聞いてくれてありがとうございました。もう一度私の主と話してみようと思います。頑張ってください。お兄さんの主さんと仲直りしてくださいね。いや、いい子だね、ふみちゃん。そしてフクロウも面白い。しまった、私は人間の前で姿を現していたのか。あ、そういう仕様にできるんやね、一応。凍結にバレたら何と言われるか。しかし人間の悩みを語っただけなのに、なぜか心がすっと軽くなったようだ。不思議な女の子だったな。みんなおはよう。昨日も大変だったね。あ、でも未来妖怪トラブルはあと少しだ。今日も気合を入れて頑張ろう。うん、早く解決して、開きっぱなしのドアも扉もどうにかしたいね。閉じれるんかな、ちゃんと。お、ペローン。私たち雲外鏡が皆さんをいろんな場所へワープしさせてあげます。各地に派遣された雲外鏡に話しかけると、ワープできる場所がどんどん増えていきますよ。そして皆さんはポケット雲外もお持ちなので、どんな場所からでもワープができちゃいます。Y でマップを開いた後に X を押してください。雲外鏡でワープできる行き先が選べますよ。雲外ネットワークは世界も超えちゃいます。 LR で世界を選んでワープすることもできますよ。マジで？未来でも過去でもってこと？すげえ。でも未来と過去の雲外鏡も見つけんといかんってことよね。大変。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあでもポケット音外ゲットできたけん、これからはまあ雲外鏡を見かけたら速攻で話しかけよう。行動範囲が広がる。Ha ha ha.